ローグスのスタッフルーム始まりましたよ。はい、始まりました。今日はローグスのスタッフルームなんですが、はい、弊社のシルバーアクセサリーと、はい、レザー商品ですね、はい、お財布とかキーケースとかね、はい、そういう小物を中心に取り扱ってる、はい、ゼロのお店のイベント告知になります。おー、はい、まずね、2月って言ったら、はい、何がありますか？2月、うん、2月はあれでしょ、中村さんの誕生日やるはい、バースデー。そう、もう、あんまり嬉しくないんですけどね。いやもうなんかね、この年になってあんま嬉しくないんですけど、もう2月といえばですよ。はい、2月といえば、あ、もう、はい、バレンタインデー。バレンタイン、はい、バレンタインにまつわるイベントでございます。はい、あのね、まあ、お得なんですよ。とりあえずね、お得、うん、クーポンがもらえるんですよ。たくさん買えばたくさんいっぱいもらえるんですよ、クーポンが。いや、小出しにしますね。だから、はい、本当お得なんですよ。はい、そういうイベントなんですよ。言いましょうか。いや、言って言います。はい、はい、ゼロから、はい、200万円分のバレンタイン。素晴らしい。いや、これすごいですよ。まあ、どういうことかって言いますとね。どういうことか聞かせてください。はい、2月の1日から2月の14日、15日間。この期間の間に、はい、税込み5500円以上お買い上げごとに、はい、500円分の金券を差し上げるというイベントになっております。ああ、なるほど。そうなんです。ごとっていうことはどういうことかって言いますと、はい、税抜き2万5000円のネックレスを買っていただいたら、はい、2500円分のクーポンがついてくると。ほう、なるほど。はい、税抜き5万円のお財布買っていただいたお客様は、はい、5000円、うん、ついてくると。お得です。お得です。これ総額200万円分やっちゃいます。前回はね、はい、イベントで100万円分のイベントだったんですよ。はい、そしたら全部配り終わっちゃったんですよね。もう期間が終了する前に。そうなんですよ、そうなんですよ。で、これをもう今回はですよ、倍に増やしてより多くのお客様にお得感を味わっていただこうと、うん、200万円増やさせていただいたっていう、ご好評につき、そうです、アップっていうことです。そうです、はい、なので、あ、ほんならこの機会にあの財布買おうか、アクセサリーちょっと見に行こうかと。それとあれですよ、バレンタインプレゼントにもこれ使います、ね、もちろんです、もちろんですよ。自分の欲しいものもそうなんですけど、はい、大切な方へのプレゼントにもすごいいい期間だと思いますよ。思いを寄せるあの人へ。チョコもいいですけどね、チョコにこう添えて、ウィズね、はい、ウィズ、ウィズ、ウィズチョコね。そうそう、はい、シルバーアクセサリーウィズチョコレートね。ああ、うん、で、ちょっとごめんなさい、前後になってしまったかもしれないですけど、はい、配布期間っていうのが2月1日から2月の14日までですよね。はい、で、ご使用いただける使用期間ですね、はい、が、はい、2月の15日から2月の28日まで、はい、はい、これもちょっと1ヶ月間の間に配布と、使用期限が決まっておりますので、うん、まあ、2月15日からすぐお使いいただけますんで、はい、ぜひそのね、お買い上げいただいたクーポンを、はい、使ってですね、また2月15日から2月28日の間にお得に商品をご購入いただけたらいいかなと思います。なるほど、はい、で、金券なんですが、はい、今配布させていただくっていう、ものが、はい、シルバーアクセサリーとか、はい、レーザー商品、はいはい、まあ、いわゆるゼロのお店で、お配りする形にはなるんですが、はい、使っていただける店舗っていうのは、はい、弊社ローグス、株式会社ローグスの全店舗でご使用いただけますんで、まあ、その金券を使ってですね、例えば T シャツ買おうとか、はい、うん、例えばスニーカー買おうとか、はい、うん、これもちろん使っていただけますんで、あ、はい、金券としてご使用いただけますんで、はい、はい、理解できました。ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、2月のビッグイベント、ビッグイベント、中村さんの誕生日ではなく、はい、しつこいな、ゼロからの200万円分のバレンタイン、はい、イベント、2月1日から14日までゼロ各店、ぜひともご来店いただければと。はい、で、店舗の詳細ですねは概要欄に貼ってますんで、はい、お近くの店舗ございましたらぜひとも足を運んでいただければ、はい、ですね、はい、はい、皆さん2月、はい、ハッピーバレンタインということで、ハッピーバレンタイン、はい、各お店で、スタッフ一同お客様お待ちしておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のローグスのスタッフルームでした。さよなら。甘いバレンタインを。バレンタインの思い出とか言います？
バレンタインの思い出。そうですね、僕が小学校の時にあの下駄箱にね、あの紙コップにチョコ入ってたのが、うん、あの置かれてた。え、マジですか？はい。え、そういう思い出があるんですか？あ、あります。紙コップにサランラップあのいただいた、はい、お相手の方っていうのは分かんないですよ匿名でそれ面白いですね。なんかあります？いや、小3小4の時に僕はあのパンちゃんに、はい、あの初恋の人なんですけど初恋のチョコレートもらって、はい、もうめちゃめちゃ嬉しかった思い覚えてます。どんなチョコレートかでも覚えてますもん。あ、どんなやつ？あのね、アーモンドに、はい、チョコ誰が聞きたい誰が聞きたいんだよそんなこの話誰が興味ない